どうもこんにちは。今回なんですけれども、先日作ったこのピコグリルっぽいもの、これを実際に使ってみたいなと思います。まずはこの落ち葉を拾ってきました。って炙るやつ持ってこようかとか、固形燃料持ってこようかなとか考えたりしてたんですけど、いらないかなと思って持ってこなかったんですよね。やっぱ持ってこれるものは持ってきとった方がいいですね。あ、いけますね。火力は弱いな。さあ、ここにもう箸で切っちゃいます。はい、こんな感じでですね、焚き火はまだ燃えてるんですけども、やっぱりね、煙がすごいということで、焚き火はね、これで終わりにしようと思います。とりあえず燃え尽きるまではこのまま燃やそうと思います。追加の薪はこれはなしですね。これね、ちょっとね、焚き火が当たりすぎて、ちょっとこれはもう使い物にならない状態になっちゃいました。まあまあしょうがないですね。また新しく作ろうと思います。
焚き火が遠いんでしょうね。遠いので均一に温まってくれてないです。ということでちょっとねシングルバーナーで温めましょうか。すき焼きのね白菜とか僕どうでもよくて豆腐が大好きなんですよ。この味が染みた豆腐っていうのがねいいですよね。